はい、じゃあ今回はカエルの発生の続きをやっていきたいなというふうに思いますじゃあ見てください前回までに僕らはカエルの発生、受精卵から放肺って時期までやったと思うんだよね放廃っていうのは確か肺の この動物局に寄ったところに豊肺孔っていうのが見える時期からま豊、あ、肺っていうふうに言ったと思うんだけど実際にはこのあと何が起きてくるか実は、まあ、受精卵の時に精子の侵入点の180度反対側のところにはもうこの時点ですでに勧入点っていうことで勧誘するるポジションが決まっているんだよねだから、まあ、ウニの時もやったと思うけどこの豊肺から勧入をするっていうところから発生を見ていこうかなっていうふうに思います。で、実際ににその時にちょっと 注目をして欲しいのは関入するところの動物局側、まあここで言うと赤で示したこの領域はこの時点で実は原稿配信部っていう風な部分なんだよね。でこの原稿配信部っていうのは受精卵の時にまあ、ちょっと出てきたんだけどこれね。 灰色三日月に相当するところがこの放廃棄になると原稿配信部っていう風ににだから勧誘をしてその後を見ていくんだけどみんなに注目してほしいのはこの原稿配信部が勧誘によってどこに行くのかなさらにこの原稿配信部が勧誘してまあ中に入ってくるんだけどそれが一体何をやるのかなっていうところにちょっと注目してねあの発生をあの見ていってください。 はいじゃあ放廃棄ううは放廃庫が見られる時期だと思うんだけどじゃあこれから次のステージに行くためには何が必要かっていうともうここにもあるから分かるとおり実際みんなに見てもらってるのはこれは表面でくて断面を見てもらってるわけなんだけど精子の侵入点のは 180° 度反対側のところで表面の部分が内側にへこむこれが貫入なんだよね。 そうするとへっこむことによって表面には穴が開くと思うんだけどその穴が原稿でウニの時は肛門になったと思うんだけどカエルの時も同じで原稿は将来肛門になってきます。で実際肝炎によって,でき,てできた新しい隙間の部分は肛門の奥ってことになるから実はそれ原腸なんだよね。つまり将来的には消化管になってくるんだけどまだ口ができてないからね完璧な腸じゃないよってことなんで原腸っていうふうに名前ついてます。でこの原が見らられる時期だから が、たら豊廃期の次はウニと同じようにカエルも幻聴牌ってことになってくるんだよね、うん。で、実際にこの勧誘がさらにさらに進んでくるってことになってくると、実はこんな感じになってくる。はいね。さらに勧誘が進んでもっと進んでくるとはいうん。 関羽がかなり進んで、まあこの時点で完了すると原腸入っていうものは終了って感じなんだよね。で、この時点でまあ色を付けさせてもらったんだけど、ウニと同じように外胚葉、中胚葉、内胚葉の三胚葉が実は決まってくるってことがあるわけ。で、この中胚葉のところにはこのピンクでまあ付けさせてもらったんだけど、ここで示したこの中胚葉の部分ね、この赤い部分っていうのは実はあの初めにちょっと説明させてもらった。 静止入のの動物局寄りのところにあった原稿配信部なんだよねだから原稿配信部っていうのはこの勧誘のこのプロセスを見てもらえば分かるとおり実は内側に取り込まれて原腸の側壁をなすところにちょうどポジションを取っているみたいなこんなイメージなんだよね。うん、なるほどで まあこれはちょっと断面を見てもらったんだけれどカエルの場合は断面だけではなくてちょっとその表面から見た様子っていうのも,もうちょっとみんなに、ね、見てほしいんだよね。で実際この原稿があるところが「観入点」ってところなんだけどここをちょっとみんな見てもらいながら頭の中でこのカエルの欄を90度こうやって回転させてほしいんだよ。 うん、そうするとそのここの部分を90度回転させて表面から見たものっていうのをまあ、ちょっとここに示すよはいこんな感じですね。だからこの赤点の部分が貫入点で つまりここからどん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 奥に奥に入ってるみたいな感じなんだよね。で実際これ表面で見てもらった時に黒と白ってこれあるけどカエルの乱って前も話した通り黒と白で植物局側が白だったんだよねでね白い部分には実は卵黄が多く含まれてるみたいなこんな感じなんだ。で 実際にじゃあここが勧誘がどん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 さっき示したようにいくと現長拝の中期になってくるとはいこんな感じになってきます。うんなるほどでさらに進んできて完成するとはいこんな感じになってきます。お、わかるよね つまり関入している原稿を残しながら全全体が黒黒と白の状状態態から全部真っっっててになってくるわけだからここの時点で真っ黒になってくるからオタマジャクシは全体に黒いんだよみたいなこんなイメージなんだだからみんなここでイメージしてほしいのは黒と白で黒になるってことは結局関入っていうのはこの白い部分を内側に内側に取り込みながら関入は進んでいくんだよってことなんだ。 だから途中の段階ではこの白い部分さっきも言った通り卵黄が多く含まれている部分っていうのはこういうふうに,球形に見えるる時があんんだだよよってことなんだよねで実際その黒いところに白い卵黄を多く含む部分がこういうふうにこう線をしているみたいな。 まあ言ったら蓋をしてるみたいに見えるその形状からここの白い部分をだからみんなは断面ではなくて表面から見た時に卵黄線が見られてるつまり黒い表面の一部がまだ白いよっていう状況っていうのはまだ歓入が終わってないよっていう時期だからその時期のことを幻長杯だなっていう風に判断してほしいこんなイメージなんだじゃあここまでをちょっとポイントとして見てみるとはいポイントこんな感じです。 まず幻聴肺っていうのは勧誘スタートから始まり勧誘が完了するまでの肺なんだよってことなんだでウニと同じように勧誘によって生じた穴原稿というものは将来肛門になりで勧誘が完了した時点で外肺葉中肺葉内肺葉何度も言うけどウニと同じでこの時点で三肺葉が分かれてくると。で,でイメージをしてほしいのはさっき示した原稿配信部は 取り込まれながら関与が進んでいって完了時点ではこんな感じなんだけど原稿配信部は一体何をやるのかなってことも意識して見てほしいというふうに初めに言ったと思うんだよねで実は取り込まれたこの原稿配信部っていうのは実はこの接しているこの外側の部分ね、原稿配信部が接している表面領域の部分っていうのを将来的に神経にしていくっていうような働きがあるわけ つまり原稿配信部がちゃんと取り込まれて内側で接している部分を神経にするからこそ実は脊椎動物は 脳や脊髄を作るることができるだから原稿を配信ううはだよね、うん、だからこの中のポイントの中で、まあ、特にこの黄色の部分っていうのを意識的に覚えてほしいんだけどじゃあ神経ができるの分かったからじゃあこのあと神経ってどうやってできるのかなっていうふうにちょっと意識しながら次の講義を聞くようにしてみてください。 はいじゃあ幻聴肺以降の発生を見ていきたいなというふうに思いますじゃあ見てください勧誘が完了すると幻聴肺は終了して次のステージ、まあ、ここにあるけど神経肺って時期になってきますまあ、神経肺って時期がどうして神経肺っていうのかってことはこの後ちょっと説明していけどいずれにしても幻聴肺の時期に原稿配信部が取り込まれたまあ、そこがこの 赤い部分なんだけどそこの部分が接する表面領域ここは将来的に予定神経域になってくるってことを前に言ったと思うんだよね実際この予定神経域っていうのはまあ、これ断面で見てもらってるんだけどこれをこちら側から表面から見てみるとどんな感じかっていうとね実際これ表面から見てもらってるやつなんだけどこの青い部分はちょうどここに 示すよようなな部分なんだよ、ね、で実はここの部分ちょっと平べったくて将来神経になるってことがあるからそこの名前を神経板とかっていうふうに言ってくるのでこの神経板が将来的にまあ神経になるってことはもう,こう名前からも分かると思うんだけどじゃあこれが神経になるよじゃあ神経拝終わりねってわけにいかないからこの内部では一体どういうことが起きてるのかってことをみんな説明するためにこの表面から見たまあ神経肺の初期の神経肺のところをちょっと こうこうみたいな感じでちょっと切りながら断面でちょっとみんな示していこうと思うでその断面見てみるよはいこんな感じですこう切りますはぁ、あ、はあはあ、まはあ、こっち側が頭でこっち側が尻尾でこっち側が左でこっち側が右っていう風うに言われても多分わかんないと思うんだよねだからこの表面から見たものをちょっと見方を変えてねみんなに分かりやすくちょっと示しますはいじゃこんな感じですうん。さっきの神経板っていうのはここに乗っかってるこれですね でさっきも言った通り頭はこっちで尻尾がこっちこっちが左でこっちが右っていうのを、まあ、上から見たやつが、まあ、ここのバッテンなんだよね。うん、でそれぞれこういうふうに頭と尻尾を結ぶ線で切った場合と左の部分をもうこう正面からこう切った場合その断面を一気にじゃあちょっと示してみると黄色とかねはい示します。こんな感じ、うん、そうすると 頭と尻尾のところが見えるこの黄色ダめはこの上の部分で正面からザクッとこう切ったものがこれです。だからさっっきも言った ちょっと平べったく見えるこの神経板はこの正面から見るとほらちょっとねあの分かりやすくするためにちょっと太めにしたんだけどこんな感じで見えるわけだ。うん、でさらに横から見るとこの神経板平べったい部分っていうのは頭から尻尾までかなり広い領域で背中側に位置してるのかなってことが分かってくると思うんだよね。で実際にその神経盤を作ることに寄与したまあいったら 原稿配信部の部分っていうのはもともとはこの消化管のところに付随する組織だったんだけどこの時期になってくると実は外れて頭から尻尾にかけてこういった棒状の組織にこうやって変化してくるんだよね。で実際これをこういう感じで正面で見てもらうとちょうど神経板の真下のところにこの脊索がいるみたいなことがわかると思うんだよね。で これでもう原稿配信部が神経板を作ったらもう積索はもう何も働きが終わりかって言うとそうじゃなくて名前がついてくるぐらいだから分かると思うんだけど実はこの積索がねさらに神経板に働きかけることによって神経板の経済的な変化っていうのをね実は起こすってことがあるの。じゃあこれをさらに発生として見ていくとどんな感じかつまり中期に来るとどうかっていうのを見てもらうとはいこんな感じです。 うん、横から見てもらった時はあんまり変化をしてるように見えないんだけど正面から見てもらうと実はこの神経板の減りのところ盛り上がってるの分かるよねこれはもちろんさっき言った脊索による影響なんだだから脊索によってこの神経板がさらに影響を受けるとこの横が盛り上がってここの部分とここの部分がくっつこうとするんだよね。 うん、そうすると神経ゆの部分神経盤の部分はこうやって内側にこういうふうにあ取り込まれそうだなみたいな感じが起きてもうなんとなく想像ついたかもしれないけどこれがさらに進むとそうすると完全に神経ゆの部分が神経盤の部分が取り込まれることによって感情のものができるそうすると神経盤からの名前が神経管っていうふうに変わってくるんだよね。で実際 太い部分が内側に取り込まれてこの感情のができたから結局神経管というものは頭から尻尾にかける感情の組織としてこんな風に存在しているってことになるわけ。で ここまでは神経肺なんだけど見ておくと神経肺っていうのはこの神経管が形成されるまでの肺のことをいうわけつまりこれで神経肺は終わりって感じなんだよね。でその神経管っていうのは、まあまあ、肝はいいんだけどもともとは何で形成されるかというとさっきも言った通り神経肺より形成されるんだよ。で神経肺はもう,ちょもうちょっと言わせてもらうと原稿配信部が肝炎によって中に取り込まれてそれが接する量 領域がその現行配信部の影響を受けて変化したのが神経板だってこともちゃんと覚えておるよでさらにその神経管は将来何になるかまあ、神経って書いてあるからわかると思うんだけど神経系となってくるつまり中枢神経の脳とか脊髄とかさらにはその末梢神経と呼ばれるものがここからスタートしてくるみたいな感じなんだよねだから神経肺っていうものは こういう風なプロセスで神経管ができて、まあ神経の元になってくる神経管を作るまでの胚なんだよってことでみんなね覚えるようにしてみてください。はい、じゃあ今回の内容を問題で確認していきたいなというふうに思います。じゃあ見てください。カエルの発生について次の問いに答えよ。括弧1、貫入直前で。 原稿の動物局側に位置する灰色三日月に相当する領域の名称を答えよう。うん。みんなちょっと絵を思い浮かべてほしいんだけど、勧誘直前は確かまだ幻聴杯ではなくて、後輩っていう時期だったよね。そうすると勧誘をするよって言った直前の。 のの動物ととうことだから上の部分にピンクで示したた領域があったと思うんだよねつまりそこを今回聞いてるんだけどここは非常に重要な働きをしてる神経肺においては非常に重要な働きをしていて将来的にっていうかその神経肺の時期には積索になる時期部分なんでねそういうふうなちょっとイメージを置いてほしいんだけど何かっていうとここは原稿を。 原稿配信部っていうふうに言いますね。唇って字がちょっと難しいと思うんですけどこれで配信部っていうふうに読みます。で。はい、じゃあ、二番ね。勧誘によって括弧一が。原稿配信部が接した外胚葉領域は。将来どのような組織へと分化するか答えなさい。うん、基本的には肺の表面っていうのは。まあ、僕ら脊椎動物なんで、まあ、カエルも一緒なんだけど。基本的には表皮になろうとするんだよね。 ただ慣入によってこの原稿配信部が取り込まれるとまあそのちょうど裏側あの表面の裏側にこの原稿配信部が来るとねその影響によって表皮になるみたいな部分は実は 神経になっっってていくってことがあったんだよ、ね、で今回将来何になりますかってことだから、まあ、神経でちょっと良さそうなんだけど神経って言ってて言もいろいろろ種類があるんだよね例えば脳とか脊髄とか末梢、まあ、神経とかそうするとそれを全部ひっくるめた言い方っていうのをぜひここで覚えておいてほしいわけじゃあそれなんていうふうに言うかっていうと、まあ、できることなら神経だけではなくて 神経系とかっていうふうにちょっと言ってもらえるといいかなっていうふうに思います、まあ、将来的にってことなんでね、うん、じゃあ3番目いきます入完了以降神経管が形成さされるまでのなんといいうか答えなさい、うん、つまりこれは原稿配信部が外配用領域を神経領域ってことで分化させると。 まあそ,のそれ以降神経管っていうのができてそれが実際この将来的に神経系になっていくんだよね。そうそうその神経の元になる神経管ができるまでの時期はまあ神経神経って何回も言ってるから分かると思うけど幻聴肺の次っていうふうなイメージもいいからなんていうかというとこれを。ね。 神経肺っていうふうに言います。幻聴肺の次が基本的に神経肺ってことだからね。お願いします。じゃあ、四番目。括弧三の肺において、神経肺において。神経管の元となる組織は何であるか、答えなさい。うん、だから、ちょうどここの間の話なんだけど。原稿肺信部が勧誘によって取り込まれて。実際に。 予定。まあ、外胚葉領域っていうのが予定神経域ってことで、分化をしてくると、そこの部分は神経。肺の時期には、背中側にある。ちょっとこう平べったい領域になるんだよね。そうすると、将来神経になって広べったいから、まあ、ちょっと板状なのかなって、多分見えるんだよね。だかそこから実は名前がついていて、それで答えは。 神経版とか言いますだから神経板がさらに原稿配信部由来の積作の影響を受けることによって中に取り込まれると 感情の,、まあ感情のね、頭から尻尾に伸びる、まあ、こういう感情の、まあ、棒状っていうのかなの組織になってきてそれが神経管になってきてでその神経管がさらにいくと神経系になってくるみたいなこんなイメージですねだからみんなぜひこの問題で聞かれてるところをもとに今までの流れっていうところをちょっと復習しながらねぜひ覚えるようにしてみてください。<music> はいじゃあ幻聴肺から神経肺までのプロセスまとめていきたいなというふうに思います。じゃあ見てください 幻聴拝っていうのはほうから幻入をするってところからスタートして関与が完了するまでのを幻了ううするとこういった形になってくるんだけどもちろん幻入によって空開いた穴原稿っていうものはウニと同様肛門になってくるってことがある。で実際この幻入によっては基本的にこの赤い部分で示した原稿配信部がまあ取り込まれてくると。 基本的にこの原稿配信部っていう部分は接する表面領域っていうのを何に変えていたか確か予定神経域ってものに変えるってことがあったと思う。 で実際にこの予定神経域っていうのはさらに発生が進んでくると神経肺における背側の、まあ、板状の構造つまり神経板に変化しててくるっっこととがあったと思うんだよねでその板状の構造はさっきも言った原稿配信部がこの時期になってくると脊索っていうふうに棒状の組織に変わってくるからこの脊索の影響を受けることによって神経板は このように形態が変化して盛り上がっていってねでさらに発生が進んでくるとこの部分がパツンって中に入って感情の構造に変化してくるってことがあったそうするとその感情の構造が神経管ってことになってくるんだよねつまり神経肺っていうものはこの神経板が から神経管が形成されるまでの肺のことを言うってことなんだで、神経管をちょっと二度2度になってしまうけど、神経板より形成された感情の組織で、将来的には神経って言葉が書いてあるからわかると思うけど、神経系つまり脳とか脊髄とか、さらには末梢神経になってくる。元の組織なんだよ。っていう風うにイメージをしてほしい。まあ、いずれにしても幻聴牌から次のステージが。 えっと、神経肺、ね、どこからが幻聴肺でどこまでが神経肺なのかみたいなそこまでの,あの区切りっていうものをみんなちょっと意識してねあの復習するようにしてみてください。